アントニオ・モレスコアントニオ・モレスコはイタリアのマントバ生まれの作家。旧進左派活動を経て70年代末から執筆活動を開始。1993年46歳で最初の短編集、非合法制を発表する。代表作は混沌とした空想と現実が交錯する世界を舞台とした長編小説三部作永遠の遊戯、カオスの歌。 非非造物であるフィクションだけでなく評論の執筆や文学運動も盛んに行っている。2018年の評論集、数形と闘争王には文学という伝統に対する愛情と対立の両義的立場が現れている。閉塞した既存の分断を批判し、文学の新しい場を作り出す積極的な活動を展開。2001年、 9.11をきっかけとして、ダリオ・ボルトリーニと共に、作家や知識人の対話の場、西部戦線で書くことを企画し、2002年、同名のアンソロジーを出版した。2003年には、商業出版とは一線を隠す表現の場として、文芸ブログ、ナチオーネインディアーナを創設する短編、愛と鏡の物語は、アンソロジー、どこか安心できる場所で、 新しいイタリアの文学に所集されている。ありがとうございます。